チームで点取るためにその自分の一番のストロングポイントっていうのをチームに還元できたらなとは思ってプレーしてますね。で本当よく言えばドリブルしてゴール決めたらやっぱり一番いいんだろうなって。要求はやっぱり自分に早めにボールを預けてほしいっていうのはありますし、そのためにも自分が出しやすい場所に顔を出さなきゃいけないっていうのはすごく意識してるんですけど、やっぱりまだまだ試合によっては入ってすぐに流れに乗れない時とかもありますし、まあ、そういうのはやっぱり改善点だと思いますし、より多く求めてもいいとこなのかなと思いますけど、やっぱりコンビネーションもありますし、まあ、わざと同じコースに入って、まあ、スルーしてもう一回もらうとか、まあ、そういうアイデアもありますし、まあ、常に周り見てポジショニングを取らないと味方の位置も敵の位置もスペースも常に周囲を把握しておくっていうか、周りを見ておくっていうのはすごく重要なことなんじゃないかなと思いますけど。まあ、最優先するのはチームの勝利であって一個人がいっぱい試合に出るとかそういうのではないと思います。チームが勝つためにやっぱり最大限みんなが 100% 出すべきだし、自分もそうするべきだと思うから、多分11人ね自分勝手にやってたら勝てるもんも勝てないと思うし、やっぱりまとまって相手に向かうっていうのがすごく重要だと思いますし、まあ、僕はそうやってやってきたから、共有する、まあ、サッカーで言ったイメージとか共有できた時ってすごい流れるような攻撃できたり、まあ、ゴールが入んなくてもすごくそこまでいいイメージでつながった時ってすごく楽しくなってくると思います。まあ、そういうのはやっぱりチームスポーツならではかなと思います。